はい、こんばんは。 KTC 放送局の健太店長です。朝見てくださってる方おはようございます。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ですね、これちょっと見てください。これまあ、動画の内容には関係ないんですけども、ウレタンマスクっていうんですかね。はい、いつもしてる白いマスクとちょっとね、違うマスクしてるんですけど、これいいですね。すごく通気性良くて喋りやすいですわ。はい、ジムでね、よく喋る人、まあ、仲いいんですけど、その人からね、トレーニング中ちょっと息苦しいって話したら、譲ってくださったんですよ。はい、で今試しにしてみたんですけど、これいいっすね。これはい、トレーニング中普通のマスクだと苦しいんですけど、これすごく息しやすいです。はい、おすすめですよ。じゃあ動画撮りますね。これ全然関係ないんですけど、なんだっけな、今日の動画はね、何の話しようとしたんだっけな。SNS とヤクザ、ね、とか、SNS と半グレ、とか、そんなような感じの、動画になっております。はい。まあ、どういうことかと言いますと、まあ、ちょっとこの前ね、まあ、知人と話してて、なんていうか、話題に出たね、ちょっと話なんですけども、まあ、ネットヤンキーみたいな人っているじゃないですか。特に僕のね、動画のコメント欄とか、まあ、アンチ系の人多いので、僕結構アンチ多いんで、まあ、コメント欄にね、結構なんか暴言入ってくるやつとかね、まあおるんすよ。うん、もうずっといるんですけど、はい、まあいますよね。ネットヤンキーじゃないけど、なんか最近の言葉で言うと、イキリっていうんですか。うん、はい、なんかそういうのがね、多いなーっていう話からね、ネットヤンキーってなんかなんていうんですか、イメージ的にはまあ、そういう匿名の、まあ、掲示板とか SNS、そういうところでしか生きがれないやつらっていうね、そういうイメージですよね。はい、まあ大方そういう人がほとんどなんですけども、顔が見えないそういう匿名性なところで、面と向かってね、ほんとフェイストゥーフェイスだと言えないようなこともね、またフェイストゥーフェイスだと言えないような相手に対しても、まあ、ネットの世界って正直文字でのやり取りしかないので、ね、何とでも言えるんですよね。はい、でそれをまあなんかいいことに、普段絶対になんかね、意見できないような人にすげえなんか口っていうか文章の書き方で、うん、攻撃的な書き方で書いたりとかね、普段絶対そういうなんかなんか暴言とか吐かないようなタイプなのに、まあ、ネットの世界だとめちゃくちゃなんかもうなんかなんていうんですか、生きがるみたいな、うん、まあ、そういうのがネットヤンキーとか、なんていうんだろう、ネットヤンキー、うん、ネットなんていうんですか、わかんないけど、まあそういう、僕はヘイターとかって呼んでますけど、まあ、そういうイメージですよね。うん、でだけどね、大抵まあそのネットでそうやって生きがってる人たちって、まあ現実世界だと基本的にはそのまあ地位が低かったりね、ステータスがなかったり、現実世界ではあまり意見ができない、その鬱憤をまあネットで晴らしたりとかね、してる人がほとんどなんだけども、おそらくほとんどなんだけど、中にはね、やっぱり本物のネットヤンキーっていうか、ネットの世界だけでのヤンキーじゃなくて、現実世界でも結構やばい人みたいのが数パーセント混ざってるんですよね、きっと。だからね、一概にそのなんかネットでね、すごい生きってる人に対して、お前ネットでしか生きがれねえんだろうってね、言えないなと思って、はい、で特に僕の動画のコメント欄で結構まあ、物騒じゃないですか。ただでさえね。はい。その、なんか、コメント欄で、なんか、僕に対してね、アンチとかしてる人だけじゃなくて、普通に、その、
なんかコメントくださる方々もまあ物騒な人多いじゃないですかね。なんかあのアウトロー系の動画とか特にそうですよね。まあ物騒な方が多くてですね、でまあ中にはそのやっぱアンチのコメントをしてくる人もいるわけですよね。だけどそのアンチの人も実際のとこもやっぱ結構やばい人とかやっぱいるんじゃないかなと思って、何せ今の時代ってヤクザさんとかも普通に SNS とかやってる時代ですからね、半グレって呼ばれてる人たちもね普通に SNS やってますし、下っ端から上の方からもうほとんどやってんじゃないかな SNS っていうね、結構あの若いヤクザさんとかグレンタイの方じゃなくて結構ね、まあ、年配のまあそういう本職の方々もね結構 SNS とかってやってらっしゃるんですよ。インスタグラムだったりね、ツイッターだったり、まあ、YouTube なんかも普通に見てますし、だからそうなってくると僕のコメント欄でね、俺にね、おいお前カスだなみたいな、お前マジもう動画投稿やめろよとかね書いてる人に、あ、安易にうるせえんだよてめえってね、お前ネットでしか生きられねえんだろうなんて言えないなと思って、本物のヤンキーかもしれないし本物の不良かもしれないからね、怖いっすよね。だからもう俺最近ね、あのアンチの人はね本当にコメント非表示にして終わりですね。昔は結構ね、あの言い返してたんですよ、はあ、うるせえよとかいろいろ言い返してたんだけど、まあもう言い返してもいいことないし、変なね、変なトラブルの種育てちゃっても嫌だから、あの最近もう本当にアンチ系のコメントには僕はもう反応しないことにね基本しました。はい、本当わかんないからね、どんな人が見てるかというのもね、僕の YouTube ね結構まあこれはもう自分で知ってる知り合いの方々なんですけども、本職の方とかも見てるんですよ本当に。でそれこそこの前その話題に上がったっていうか、この話してたね、なんか健太店長のコメント欄、たまにアンチとかいますよねみたいな、前ああいうやつら一回呼び出してとなんかね、あのしばき回したいですねみたいなこと言ってるやつがいたんだけど、言ってるやつで一回電話で話したんだけどそいつ自体もね結構悪い子だから、いやでもわかんないよ、それだからね、本当にやばいやつもいるかもしれないからねっつって、だって君みたいな人も僕の動画見てるわけだからっつって確かにって言ってたもんね。だからわかんないのよ、どんだけの本当の世界でやばい人が見てるかわかんないから、 SNS って今怖いっすよね。僕のその動画の、まあ、コメント欄、に限らず他のところもそうですよね。普通に余熱原子のね、米津玄師のミュージックビデオのコメント欄とかにもヤクザさんとかいるかもしれないからね、いてもおかしくないんだよ全然。本当にだから意外と SNS って今もう怖いよ本当に。悪い人いっぱい見てるからね SNS ね。インスタグラムとかもめっちゃヤバい人とかやってるからね、ツイッターもそうだけど、なんかツイッターはしかもさらに匿名性が高いからもうわけわかんなくなってるよね。なんかちょっとね、トップがとかわかんない風にされちゃうと、もう素性さっぱりわかんないじゃないですか。でもやばい人たちのアカウントいっぱいあるからね、ツイッターもね。まあ、わかる人にはわかるだろうけど、ね、だから SNS とかネットの世界でね、なんか結構生きがってるやつのことを、まあ、ネットでしか生きがれねえんだろうっていう風にね、もう言える時代は終わったのかなと本当に、一昔前はねあんまりそういうアウトローの方々ってやっぱネットに対してそんなにね強くなかったので、まあ昔の例えばミクシーとかね出始めぐらいの時はあんまりなんかいなかったイメージなんですよね。まあもちろん中には混ざってましたけど、出始めの頃はねなんかあんまりいなかったイメージなんですけどね、最近はもう本当にどこにいてもおかしくないですよね。なんでね、あんまりねやっぱ SNS とかネットの世界でも人と揉めない方がいいと思いますね。なんか結構たまに僕のコメント欄でもやり合ってる人たちいるじゃないですか、リスナーさん同士で。まあアンチのコメントにね反応してくれて、まあ、僕のフォローをしてくれて、なんかそのアンチヘイターとね戦ってくれてるようなリスナーさんもいるんですけども、
結構コメント欄でやっぱやり取り見てて、言い争ってる人たちもいるんですけど、意外とそういうところから変なね、面倒くさい争いに発展しちゃってるとかもあるかもしんないから、まあそういうのはまあもうスルーですよね。ネットの世界ってフェイストゥフェイスと違って自分で見ないっていう選択肢ができるんで、まあ正直マイナスの要素、自分が見てイラついたりとか嫌な気分するものは見なきゃいいわけだし、ね、だからネットの世界だからっつって、あんまり言い争いとかしない方がいいかもしれんね、もうこのご時世わからないから。本当にだってこれ全然、これはもう本当に小さな話になっちゃうけど、純也課長ですか、僕のいとこのね、今、そう、純也課長ね、やっとチャンネル登録者100人いったみたいですね。おめでとうございます。今最初のファーストステップクリアですね。なんか昔学校でね、なんか SNS、何の SNS か分かんないけど、なんか誰かをディスったら、なんかそれが同じ学校の先輩かなんかで、なんかボコられてたかなんかっていう、そういう話があったみたいですけどね。だから意外と分かんないからね、すごい近くのやつディスっちゃうかもしんないし、分からんからね。はい、だから SNS だからっつって、まあ、人とあんまり揉めない方がいいと思いますね。匿名だとしてもやっぱりね、平和にやり取りできするのは一番いいんじゃないですかね。はい。というわけでね、なんかこのマスクすんげえいい匂いすんな。これ、くれた人めちゃくちゃ多分、おしゃれなんだな。意識高いんだな、これ。はい。すげえいい匂いするんですよ、これ。新車の匂いがするんです、新車の匂い。ねえ、これ新車の、これ新車のこれ、あれだな。プリウス、プリウス、プリウス、これ。新車のプリウス。このマスクの中、新車のプリウスのお匂いする、これ。はい、というわけで、まあ、SNS と、まあ、ヤクザとかね、そういう系のタイトルになってると思いますけども、意外と最近の SNS ね、いろんなところにアウトローの方々出没してますんで、皆さん気をつけてください。現実世界だけじゃなくてね、SNS の方でも、なりふりね、まあ、気をつけて、なるべく平和に、皆さんとコミュニケーションを取っていきましょう。はい、というわけで、僕の動画のコメント欄で、まあ、言い争いとかね、しない方がいいと思います。やばい人も本当に見てるんで、というわけで、KTC 放送局の健太店長でした。さようなら。あ、ダメだ。今日は何も思いつかない。ごめんなさい。さよなら。さよなら。